にちは、オーメンズイレブンです。今回は山梨県のとあるホテルに宿泊予定です。以前に一度宿泊しているので、まずは概要欄 URL よりそちらの動画をご覧ください。前回同様に緊張するぜ。その理由はプレジデントルームが空いてるかどうか、そしてもう一つは男一人で建物に入る行為。なかなか慣れないもんだな。さあ着いたぞ。果たしてプレジデントルームは空室なのか。しまった、空いてない。帰るか。いや待てよ、なんだこの部屋は。プレジデントルームよりも金額が高い部屋があるぞ。せっかく来たし泊まっていくか。ようやく緊張が収まった。部屋に着いた。やはりプレジデントルームより少し劣るか。それでも十分な広さだ。そしてこの部屋の目玉がこれだ。なんと壁一枚挟んで光る浴槽がある。果たして需要はどれぐらいあるのだろうか。それにしても設備やアメニティが相変わらず充実している。やはりビジネスホテルに泊まらないでよかった。小さなキッチンもついているし、連泊しても全然いい。この風呂に入るべきなのか。意味もなくただ眺めてしまう。ちなみにこの部屋はロイヤルルームと呼ぶらしい。部屋の紹介に載っていない。入らないとは思うが念のためお湯を入れておこう。
苦しゅうないぜ。しかもこの風呂、雨を降らすことができる。おかげでミュージックビデオごっこができる。結局ずいぶん楽しんでしまったな。マッサージでもしよう。さすがに腹が減ってきた。メニューが相変わらず豊富だ。無料で一品注文できるのがまた嬉しい。いくつか注文を終えた頃にはすっかり夜になっていた。うまそうだ。グレープフルーツサワーの色が若干不安だ。まずは事前に買っておいたビールで乾杯。やはり居酒屋レベルでうまい。結局追加で前回も食べたピザとつまみを注文した。こちらもやはりうまい。なんと贅沢な時間なんだろうか。さて、次はカラオケの時間だ。楽しすぎだろこのホテル。寝る前に映画鑑賞。さて寝るか。朝だ。朝飯前に風呂でも入ろう。この朝食がまたうまいんだ。そろそろ帰らないとな。あれだけ飲んで歌って楽しんで約9000円。コスパ最高と言わざるを得ない。